経営のヒントプラス第587回目お届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの福田紀子です。小島です。よろしくお願いします。お願いします。今日の質問は、子供の頃から全ての物事を先延ばしにする癖が治りません、有効な対策などはありますでしょうか。はい、といただきました。はい、はい、まずはここからお知らせです。はい、私のやっております株式会社 e メディックというですね、会社、検索していただきますと、私がスーツを着ているですね、写真が出てきまして、そこのちょうど下のところにですね、私のセミナー動画を2本無料で見れますという企画をやっておりまして、はい、で、どういうセミナーかというと、99% 失敗しない新規事業の作り方ということで、全く異業種でですね、どんどん新規事業を機械的に作っていくという、まあ、手順、やり方っていうのを解説しております。で、もう一個の動画はですね、社員1名、コネなし、事務所なしから、運や偶然性を排除し、13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を大公開ですね。ということで、私が今までやってきたその考え方とか、まあ、テクニックというよりは戦略ですね。思考の部分を解説しております。このテクニックの話と思考の話、2本ですね、動画の方が見れますので、無料です。なので、ぜひ、見ていただければなと思います。はい。はい。もう、これは、まだ見てないっていう人がいたら、もう何回聞いてますかみたいな感じ。それこそ後回しにしてませんかみたいな、ね。そうですよね。はい。もう そこだけ飛ばしちゃってるみたいな。いや、これ毎回同じこと言ってるじゃん、みたいな。はい、なので、はい、後回しにせずに見ていただきたいなっていう動画です。はい、はい、今日は先延ばしする癖がある方。まあこれはもう変な話、子供の頃からで、この方が何歳か分かんないですけど、まあ30歳だったら10年20年以上ですよね。まあ難しいですよね、もう直すのなかなか。じゃあ10年20年30年の癖って、むしろ1日で直ったら危ないですよね。そうですよね。はい、で、これ、まあ、子供の頃ってどういうことかっていうと、結局、先延ばしてあれですよ、夏休みの宿題を、もう、7月20日の、学校が終わった日にやればいいのに、ずっと先延ばしにして30日、31日になって親に怒られて、焦りながら何かやるっていう。はい。自由研究ももう、結局、超適当なやつになっちゃうみたいな、そういうやつじゃないですか。そうですよね。はい、で、まあ、大人でももう何でもそうですよね。明日から頑張ろうとか。うん、で、これまあ、ある何かで僕見たんですけど、うん、例えばその、収入が高い人とかにそのなんかのアンケートを取った時に、はい、じゃあ、1000万、年収1000万の人より年収1億の人の方がやっぱり、返信速度が速い。うん、結構大変なアンケートだったらしいんですけど、はい、それがその、返ってくる速度と、収入の高さが本当に比例していくという。これだけでも、これただそれだけに見えますけど、はい、なんとなく結局、先延ばしの癖がない人の方が年収が高いんだろうなっていうのがおそらく想像つくっていうことは、おそらくこれって人生の物事を何か達成する上でやっぱり大事なんだろうなっていうのがもうわかるような気がしたんですね。はい。で、じゃあこれなぜ先延ばしをするのかっていう話なんですけど、あとはその対策も含めて話しますけど、はい、これってもちろんゼロにはできないんですよ。先延ばしをおそらくもう子供の頃からなので、でもですね、その理由が分かってるだけでかなり防げるんですよ。はい、なんでそもそも人間は先延ばしをしちゃうのかっていう理由があるんです。はいはい、あれですよ。しかも僕が適当に作った理由じゃないですよ。はい。いわゆる心理学というか、うん、まあ、そういう、学者の方が言ってるような、学説というか、そういう学問的な法則がありまして、一、うん、個がですね、時間不一致現象という。時間不一致現象。はい。これどういうものかっていうと、はい、同じことでも、実行する時期によって難易度が違って感じる現象なんですよ。これ多分何言ってるかよくわからないと思うんですけど、はい、詳しく説明しますと、で、人は未来は常に今よりも良く、未来の自分は常に今の自分よりも有能になってると思いがちらしいんですね。僕もよくわかんないですけど、なんでこう思うのか。で、今より明日、3日後、1週間後、1ヶ月後の方がうまくいくだろうと考えがちなんですよ、人間って本能的に。で、
今やる気になれないことがなぜか未来の自分はできると錯覚してしまうんですよ。これどういうことかっていうと、じゃあ1時間後から何か資料を作ろうってなって、本当は今やればいいのに、今はちょっと例えばご飯食べてお腹がいっぱいだからとか、なんか片付けがあるからっていうことで、だいたい今すぐやらない理由を探して、だいたい1時間ぐらい、まあ、僕の場合もそうですけど、YouTube とか見ちゃうんですよ。はい、で、結局、1時間後から資料作りはできないですよね。じゃあ、夜11時からやろうと思っても、うん、でぴったり1時間後からできたことあります？今10時で、はい、本来だったら今からやれば終わるのに、うん、これは1時間で終わるやつだと。自分が寝るの12時だから、11時からやれいいやって計算をして、うん、なぜか今、これを、こっちをやんなきゃいけなかったっていう、よくわかんないことをやり始めたりとか、うん、それ、学生だと、普段、机の整理やしないくせに、テスト勉強の中間テストの前の日だと、なぜか机の整理し始めるみたいな。もうそれ私です。はい。で、誰でもあるじゃないですか。で、はい、で、今度その、で、結局1時間後にできないですよね、実際は。はい、で、夜中まで YouTube 見ちゃって、やはり明日の朝頑張ろうってなりますね、今度。早起きしてやろうってなるじゃないですか。うん、で、それでなぜか安心しちゃって、結局夜更かしして朝起きれなくなってみたいな。うん、もしくは、今日たくさん食べて明日からダイエット頑張ろうとか、5年後に起業するとか全部一緒じゃないですか。そうですね。で、これって少し後の方が良いと考えてしまうっていうのなんですよ。つまり少し後の方がなんか良いって思っちゃうんですけど、大事なのは常に今がベストタイミング。で、はい、今本当にできない。本当に仕事中の場合もあるじゃないですか。はい、であれば、それができるようになった一番早い瞬間がベストタイミングだっていうふうに、あえて思うことが重要なんですよ。つまり人間はこの時間不一致現象っていうのを本能的に起こしてしまう、そういう動物なんだって考えることが、まず先送りをするときに、なんか、まあ、僕も、これまあ僕にも言えるんですけど、まあ、例えばこのポッドキャストの内容を考えるのもそうなんですよ。本来はですよ、1ヶ月に1回じゃないですか。はい。ちょっとずつやっていけばいいわけですよ、考えるのも。まあ正直ギリギリですよ。もうギリギリですよ。はい。はい。キコさんと終了すると今日もちょっと待っててくださいって感じですからね。なんですよ。これって結局時間不一致現象じゃないですか。はい。だって1ヶ月あるんですよ、まだ次まで。うんうん、そう。やっぱりできないんですよ。確かに。で、今できないのに、後だったらできるって錯覚しちゃうんですよ。でも、そんなわけないじゃないですか、本当は。そうなんですよ。でもなんか、本当にその、後だとなんかできちゃう。もしくは例えば、ダイエットも、今日は食べて、なぜか今日からやればいいのに、明日から頑張ろうって思った瞬間、今日の食べるやる気が世に出てくるっていうの。変な感じですけどね。そうです。はい。なんで、これはもうしょうがないわけですよ。なんで大事なのは、こういうものだって理解する。で、それが、1時間後にやろう、明日からやろうって思った瞬間に、ちょっとでもいいから、この時間不一致現象になっちゃってるなっていうふうに思うだけでも、少し先延ばしが、分かってるだけでも。はい。うん、それにハマってるなっていう。なんで、それが、まあ、一個の方法。もう一個は、この、作業興奮っていう言葉がありまして、はい。これは、行動と感情、どちらが先っていう話なんですけど、うんうんうん、普通なんか物事やるときって、やる気が出て、行動するぞってなるんですけど、と思うんですけど、人間ってそうはできてないんですよ。逆なんですよ。うん、そうですね。はい。で、その事柄に関する、何か簡単な作業とかを、ちょっとでも始めると、やる気が出るんですよ。うん、うん。うん。なんで、真逆なんですね。ってことは、対策ってこれすごい簡単で、最初の一歩のハードルを極限まで下げる。うん、で、その行動、最初の一歩の行動をすることだけを目標にして、その後は考えないっていうのが、うん、多分最大の対策なんですよ。うん、なんで、先ほどの僕がまあ、ポッドキャストの話をしたように、一応僕、常にまあ、このポッドキャストでも言ってますし、他の勉強会でも言ってますけど、僕マインドマップで全てのことをまとめてるんですよ。ってことは、何が一番最初のその関連する一番簡単なことかというと、パソコンのノートパソコンを開いて電源入れることなんですよ。うん、で、マインドマップとかパワポの資料を開くっていうことが一番簡単なことなんですよ。うん、もしくは、椅子に座ることなんですよ。はい、パソコンが。それが一番簡単なことなんです。はい、なんで、
例えばマインドマップとかで行動の僕、行動リストをまとめてるんですけど、実は重要なのは何やるっていうことじゃないんですよ。資料をまとめるとか、ポッドキャストで話すことをまとめるって行動リストを作っても無理なんです。そうじゃなくて、何時に椅子に座る。そういう行動リストじゃないとダメなんですよ。ベイビーステップですよね。それの超ベイビーステップですね。なんで、それが本当にこんなにベイビーステップでいいのかっていうぐらいステップを小さくして、それよりもさらにベイビーステップにするぐらいでよくて、そこをどういうふうにやるかだけを真面目に考えてると、始めちゃえばなんとかなるじゃないですか。パソコン開いちゃえばなんとかなるじゃないですか。で、それができないから YouTube 見たりドラマを見たりとかしちゃうわけじゃないですか。時間が、空いて暇な時はですよ。はい。なので、特に、まあ、キコさんが言われたように、そのベイビーステップとか、その、じゃあ一番ベイビーステップだったりとか、ハードルを極限まで下げたものが何なのかっていうことをちゃんと予定の一番最初に書いておく。で、それを意識するっていうことが、やっぱり、先ほどの時間不一致現象の次の2個目ですよね。はい。で、これ僕の例なんですけど、僕最近やってもジム行き始めたんですよ。で、去年まで毎日ジムに通ってたんですよ。はい。でも、ちょっと1月から忙しくなっちゃって全然通わなかったんですけど、はい、2週間前からまた毎日通うようになったんですよ。で、僕、はい、この先延ばしのことを話そうと思って、で、はい、いろんなことを、まあ、僕、ポッドキャストの時、自分の経験もそうだし、一応間違えちゃいけないと思って、本とかも結構読んだりするんですよ。はい、そういう中で、そういえば確かにこの、まあ、作業興奮っていうのもあったし、自分でも、その昔セミナーでこういうふうに話してたなっていうのも思い出して、じゃあ、ベイビーステップ何かっていうのを考えたんですよ。はい、した時に、一番のベイビーステップはその、ジムに行くことだろうと。いうことで、僕、家と、ここ、まあ、川名川の事務所なんですけど、家まで歩いて10分ぐらいなんですけど、その間に24時間やってるジムがあるんですね。はい。で、そこにずっと行ってたんですけど、通ってるのに半年間行けなかったんです。はい。なんで、はい、最初の3日間は仕事帰りに、普段着で、ジムの中に入って、ピッてやると入れるんですよ、24時間。入っていって、そこの1階と2階がそこの、フィットネスなんですけど、2階の椅子に座、真ん中にその、長椅子があるんですよ。で、そこに座って、僕、電子書籍とか、本、まあ、スマホとかで本読むんで、はい、それを読んで帰ってくるっていうのを、3日間やったんですよ。はい、だから、トレーニングウェアもロッカーに入ってるんですよ。はい、で、靴もあるんですけど、着替えない。はいはい。行くだけっていう。ベビーステップでそういうことなんですよ。で、帰ってくるんです。うん、それを3回やったんですよ。うんうんうん、で、その後に、次の2日は行って、T シャツとハーフパンツで着替えたんですけど、エアロバイクってわかります？バイク、漕ぐ自転車みたい。あれに乗って、まだ運動しないんですよ。で、それで30分ぐらい本読んで帰ってくるっていうのを2日やったんですよ。はい。5日間それやってみたんですよ。はい。どんなもんかと思って。はい。もう、そしたら、次の日から余裕です。そうなんですよ。うん、で、これがですね、今日は、バーベル80キロ、とりあえず5発だけやっていこうってハードル高すぎるんですよ。高いですね。いや、ハードル高すぎて、はい、もう必ず言い訳を考えるんです、うん。いや、昨日睡眠不足だったし、怪我しちゃったらどうしようとかね、よくわかんないこと考え始めるじゃないですか。はいはい、明日からにしようってなるんですよ。ありますね。そうなんです。確かに。そう。で、まさにもう、これが、この二つが、唯一のコツ、じゃないかなと思っていて、だから、皆さん、あれなんですよ、なんか自分の能力を信じすぎ。だから、目標の、に対するスタートのハードルを上げすぎなんですよね。うん、私も、IT 音痴なので、はい、本当にパソコンが使えなかったんですよ、うんうん、全然。で、はい、パソコン恐怖症ぐらいな感じだったので、はいはい、最初はパソコンを開けるっていうのを、うん、やってました。そうなんですよ。やってました。あと、それこそジムに行くとかがやっぱ行けなくて、うん、はい、今最近またサボっちゃってるんですけど、うん、なので、トレーニングウェアに着替える。うん、とか、家で、まず着替えるとか、うんうんうん、ドアの外に出るっていう。そうですよ。それとか、あれなんですよ。もう場合によっては、
そのスポーツジムの、ある、その自分が行ってるスポーツジムのところを通って帰るだけでもいい、最初。だって、それってそこの方向行ってるっていうだけでも、ステップじゃないですか。そうですね。そうなんですよ。そう、ちょっとね、私はそのジム問題が、ちょっとわざわざ隣の駅まで行かないといけないんですよね。はい、ここがやっぱりちょっとハードルですね。であれば、それってやっぱりハードルを下げるには、はい、自分が可能であれば、住んでる最寄りの駅と家の間にそういう24時間のフィットネスとかがあれば、うん、そことかに、変えた方がよりハードル下がるんですよ。そうですよね。それはもう隣の駅っていう時点でハードル高すぎるんですよ。そうなんですよね。はい、家に来てもらいたいな、はい、あとはこれ結構よく言うのが、パーソナルトレーナーをつければいいって言うんですけど、はい、ジムにすら行くのもきつい人がですよ、うん、パーソナルトレーニングに申し込んでなんていうハードルがどれだけ高いんだっていう、お金もよりかかるし、うん、それ自体がもうハードル高すぎるんですよ、うん、でそれがさらっとできる人って、うん、先延ばしの癖なんかない人なんですよ、そもそも、うん、もうある意味ちょっと異常な人なんですよね、うん、はい。なので、そういう人の真似しちゃうと、やっぱりダメなので、うん、あくまでももう自分はまあ、怠け者というか、うん、自分というか、一般的に普通の人はもう、それが本能だ、なんだっていうふうに思ってしまって、うん、で、この時間不一致現象っていうのと、作業興奮っていうことをちゃんとうまく利用して、うん、その、極限までハードルを下げた、そこを何にするのかっていうことに全力を使った方がいいです。そうですね、はい。その最初のステップをどうするかですよね。はい、それが何であるかっていう、はい、そこのステップをどれだけ下げるかっていうことに必死に頭を使った方が結果うまくいく。うんうん、で、なんでかというと、それを考えてる時点で実はもうその作業興奮が始まってるんですよ。だって関連してるんである意味、うん。そうなんですよ、うん。っていう形でやっていかれると、うん、先延ばしが 100% じゃないですよ。はい。で、僕はもうこのジムは行ってますけど、やっぱりこのポッドキャストの内容は直前にならないと考えられないんで、結局先の、1ヶ月先の場所に余裕でしてますんで、偉そうなこと言ってますけどね。まあ、無理なんですよ。でも、全部は無理なんで、ちょっとでもいいんでそういうふうにやっていくと、うん、やっぱり、すぐやった人の方が成果出ますし、当たり前ですけどね。うん、はい。なんで、ぜひちょっと参考にしていただければなと思います。はい。ありがとうございます。はい、もうなんか、ちょっと耳が痛い。話ですね。はい、今日私も今夜のセミナーのスライドを朝完成させるっていうことをやりましたんで、はい、もうまさにこの通りみたいな感じでした。うん、はい、誰もがあるところなのかということで、はい、はい、一緒に頑張りましょう。はい。はい。経営のヒントプラス第587回目お届けしました。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。ありがとうございます。